夫婦キャンプ始めます。ちょっと組み立てだましゃいよ。久しぶりだね、コットン電動ね。うん、すごい久しぶりだ。パッカーン。こう。こう。入れて、こう、切り欠きになってるんで、これをここにね、入れるということです。さっきね。そしたら、もう一つの方があるから、もう一つの方が、これをこうやってやるだけ。よいしょ。よいしょ、これでいいかな。はい、今回は夫婦キャンプなんで、ツーバーナー、小さいタイプ持ってきました。425ですね。コールマンのホワイトガソリンのツーバーナーです。チャムスボックス。コールマンのバンブーテーブルと、今回はニトリの木製ローチェアのリメイクですね。迷彩の生地に貼り替えてます。今回はコールマンのスチレルですね。クーラー赤持ってきました。イグルーのジャグとマーキュリーバケツ。今回焚き火台はペトロマックスのファイアボール持ってきました。はい、すべて、はい、設営終わりました。いい時刻ですね。ですね。4時40分です。はい。なんせ着いたのが2時半とかだからね。そうだね。まあ今回は、うん、あ、今回もか、今回も朝キャンプ行こうかっていうことで、はい、天気がね、ずいぶん悪かったんだよね、予報が。そうなんだよ、うん、だから、うん、今週はキャンプ無理だねって言ってたんだけど、うん、まあなんせね、急に晴れマークがポンポンって、はい、日月で着いたもんですから、今日日曜日なんですけどね、はい、あの急遽来ました。はい、9時半頃に決めて10時頃家出て、はい、で倉庫行って荷物積んでなんて倉庫出たのが昼だからね、 それはなるわね。なりますよね。そんな感じです、はいはい、久しぶりの夫婦キャンプだね。うん、本当だね、はい、久しぶりです ね、 うん、まあゆっくりばったり、ね、夫婦キャンプなんで楽しみたいと思います。うん、そう、食事作るの楽しいね。ね、そうだね、うん、まあそれぐらいしかない ね、 そうだね、ゆっくりまったりして食事作って、うん、で食事ね、うん、外で食べるの楽しんでということで、はい、今回も楽しみたいと思います。はい、5時です。今日は何日なんだ。10月の20日。日が短くなりましたよね。それではキャンプでの最大の楽しみの一つ、ランタン行きたいと思います。コールマン 200A、 1980年代に4年間だけ製造された200円のグリーンのランタンです。いいですね、この瞬間。たまらんですね。来たかな。いいですね、いいですねしか言わない。よいしょ、この3台に照らしてもらおうと思います。いや最高だな。はい、はい、晩ご飯の準備始めるのが5時15分です、はい、それでは、はいはい、今日はね、煮込みハンバーグです。煮込みハンバーグ、はい、玉ねぎ、ハンバーグの玉ねぎ、はい、みじん切り、はい、
何もやってねえな俺。やる？いや俺やると多分かなり効率悪い。頑張れ。応援お願いします。応援します。頑張れ。ありがとう。応援どうも。じゃあパパさん卵割ってもらおう。卵割る、おしいよ、はい、これで割る、うん、そこに、はい、OK、でこれでもうハンバーグの、うん、何あれは出来上がりなの、うん、あ、そう、こんな感じなんだ、そんなもん、へー、ひき肉、玉ねぎ、玉ねぎ、卵、あ、パン粉入れるの忘れた、だよな、そう、だよな、焦んなくても大丈夫だ、まだ6時だよ、うんうん、8時には飯食えると思ったの、ほんとに、うん、大丈夫だよ、うん、ただ風呂は諦めるよ、もう諦めよう。なんでか風呂シャワーは諦める、はい、そんなもんでいいんじゃないかい、あ、いいね、うん、はい、したらどうする、そしたらね、形作る、じゃあ自分が作るというのは自分で形作ろう、作るか、うん、じゃあ俺自分のやつね、うん、そしたら空気抜くみたいに、そうそうそう、ペタンペタンと、ペッタンペッタンやるんだ、崩れづらいのかな、あ、本当に、うん、なんかよくわかんないけど、あ、やってるよね、うん、そう、え、その顔やばい、どう、ほらすごい、なんかまんまる、何気にうまいよ、うん、でもそれ口なり開いてたよ、ゆかりによく言われるんだよ、口なりよね、パパってで、ここで OK、はい、うわー、楽しいな、ハンバーグ、お、上手じゃん、どう、お、いい感じよし、調子悪いね、つばらね、何、めちゃめちゃつばら調子悪いし、牛乳めちゃめちゃ、牛乳こぼれるし、びっくりしてこぼしました、すごいね、びっくり、じゃあこれを牛乳入れます、はい、パパさんありがとう、はい、どったしまして、はい、お塩、香ばしい匂いがいい感じいいよね、うん、はい、完成しました、今夜は煮込みハンバーグですね、スキレットの上に乗せてみました、ビーフシチューだよね、これね、ビーフシチューだね、美味しいですね、最高に多分美味しいと思います、大好物です、はい、とご飯とグラタン、サラダです、きゅうりの、きゅうりのきゅうちゃんと、カズサオートキャンプ場の社長から差し入れしていただいた枝豆、うん、いただきたいと思います、はい、はい、それではやっと出来上がりました今回はちょっと遅くなっちゃったね、はい、はい、それではいただきます、いただきます、焚き火もいい感じについて、うん、はい、いただきたいと思います、はい、なんか今日はバタバタになっちゃったな、うん、でも
もゆっくりご飯食べて、うん、うん、だね、焚き火はもう、うん、焚き火はもう楽しみながら、うん、ご飯食べる、うん、うん、あ、美味しい、うん、ハンバーグ美味しいね、うまいよね、うん、うん、なんか本格的じゃない？うん、本当うまい、うん、うん、グラタン、うん、うん、うん、スプーン使って、うん、あ、美味しい、うん、なんか濃厚なグラタンだなこれ結構、うん、うん、チーズが入ってるからかな、うん、ほんとだ、うん、あ、美味しいね、うん、キャンプ場で視聴者の方にもかなりたくさん、うん、お声掛けいただいて、はい、うん、嬉しいな、ね、うん、うん、本当嬉しいね、うん、なんかすんごい、うん、めちゃめちゃ分厚いハンバーグ、うん、これこんな分厚く作ったの？縮まるんじゃない？あ、だから、うん、へえ、だからなんかよく見てると、うん、真ん中へこませたりして、うん、ビャーってやってるけど、うん、だからなんだ、うん、やっぱりさ、うん、焼くだけだとさ、うん、火の通りが中心って悪いからさ、うんうん、くぼませるんだけどね、うんうんうん、煮込むからさ、うん、普通のままでいいやと思ってさ、あ、そうなんだ、うん、あ、でもまさにご飯はもうこれで食べたんで、はい、うん、今日はゆっくりこれから焚き火楽しんで、うん、そうだね、焚き火楽しんで、うん、ってことですな、はい、うん、それでは、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりの夫婦キャンプ、はい、ゆっくりできると思いきやここまではちょっとバタバタで、でも美味しい夕食でした。はい、ピンピラピン。ピンピラピン。いいな、焚き火って本当。だからいいんだろうね。ああ、身に慣れる時間、うん。普段ってやっぱりいろんなこと考えたりしてるから。そう、うん、そうなんだろうね。うん。